皆さんこんにちは、谷口のぶてるです。今日はですね、カーオブザイヤーの先生としての本気のお仕事でございます。今日ここはですね、千葉県にある、袖ヶ浦フォレストレースウェイに来ているんですけども、今年ノミネートされた、いわゆる新しく出た新車、何十台かの中の10ベスト、絞られた10台の、改めて合同で乗れるという試乗会でございます。そちらに私、谷口先生が呼ばれて来ております。とはいえ私新米丸出しのペーペーなので、よく右も左もわからないので、なんか知り合いを捕まえて、いろいろね、様子をこう教えていただこうというふうに思っております。というわけでね、早速見に行きたいですが、各メーカーがこうざーっと並んでおります。今日ここで乗って、そしてカーオブザイヤー、自分の中での一番を今日ここで決めて、あっちで動画で私はこの車を選びましたっつってやんなきゃいけないらしいんですよ。ちょっと緊張しますね。さっきからね、自動車メーカーの方たちがもう ほぼ新宿のキャッチみたいにすごい寄ってきてどうすかどうすかっつって、乗ります乗りますみたいな。とか中に入っていくと、なんかちょっとケータリングで、ちょっと軽食だったりお菓子だったり飲み物だったりがやっぱあるわけですよ。寄ってくみたいな感じでね、すごいんですよ。例えば今こちら本田さんですね。本田さんはね、中にこうちょっとお話を伺うようなスペースに、あ、先生すいません、すいません、あ、すいません、先輩、先輩、先輩、先生が後輩です。後輩のノブテルです。嘘です。どうぞ。すいませんね。谷口先生来られました。シビックの世界観を模してます。で、今回弊社はシビック EHEV とシビックタイプ R ですね、2台ノミネートさせていただいておりますので、その世界観を表している爽快感のある、EHEV のブースと、あとは情熱感のある赤いタイプ R のブースということで2つ分けております。なるほど、はい、つまりここに来たら何か食べれるってことですよね。もちろんそうです。レストランみたいに言いますね。食べ物もこだわってるんですけど、紹介してもいいですか。あ、はい、こちらメニューでして、タイプ R の赤色と、あとはシビックの青色をモチーフとした、お茶をそれぞれ用意してます。またこのお茶に関しては、本当はプーR茶なんですけども、もうタイプ R とかけましてタイプ R 茶ということで、ちょっと皆さんに和んでいただければなと思っております。はい、でもう一つはですね、こちらシビックのカラーリング、全部ボディカラーに習いまして、パスタを用意しておりまして、こちらですね、ボディカラーと同様のお色で、お食事を召し上がっていただけるということになります。皆さん市場で大変疲れていらっしゃると思いますので、ぜひこちらで休んでいっていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。今ですね、僕はカーブザイヤ選考委員ペーペーなんで、今日のこの10ベスト試乗会でね、右も左もわからないんで、先輩方に教えてもらってますっていうか、付き合ってもらってます。遊んでもらってます。さて、では乗ったことのないこのレンジローバー、これは V8 です。 V8、 基本的には BMW の V8 エンジン。すごい、だから遅いけど湾曲してるんだ、レンジ。そうだね。おお、ど静か。動きが船だね、これ。船ですよ。ちょっと波が来てる感じの伝統の乗り味です。伝統の乗り味、もっと柔らかくなりましたかね、新型でね、でも、いや、だからそれ以上やっぱりハンドリングが正確になったのが、先代とのね、すごい違いですよね。やっぱこれ乗り味が
すごいね、なんかあのトレビアンな感じ。トレビアン。なるほど。だこういう乗り味って体験しないよね、普段。うん。あのロールスロイスとレンジってやっぱ同じ部屋に同じとこにいるよね、うんうん、形が全然違うけど、まさに砂漠のロールスですか。なるほど。いろいろ勉強になります。フレーズいや本当に昔からそういう表現をされてきてるんですよ。へえ。レンジ、おお、ブレーキ踏んだらグワーンと前が沈んで、これは独特やな。マジでこれは船ですね。船って言ったらクルーザーですな。そうですな。ふわっとしてますね。逆に言うと谷口さんみたいにこう行ければいいけど、うん、ボインってやっちゃうとボインってロールしますよ。何ですか山田さん、今の表現は。ゴインって言ったらゴインって言いました。それでいいんですか、自動車評論家的に。いやー、ラグいね。うん、ラグい。さっきは V8、ガソリンエンジン、こっちは直六のディーゼルのマイルドハイブリッドです。直六ディーゼルマイルドハイブリッド。はい、あの僕はあれノイズキャンセリングロードノイズにすごい効果があると思ってますよ。はいはい。なんかね、タイヤのロードノイズってタイヤに溝がある限りタイヤのノイズって出るんだけど、ファイアハウスの中に集音マイクがあって音を拾ってて、で車内にそのロードノイズは入ってくるんだけど、このヘッドレストのところにスピーカーがあって、そこからその周波数を聞こえないように騙す、ああ打ち消すのを逆に出すんですね。音と音で消すみたいなのをやってんだって。つまりドライバーを騙してんだって、この車。その発想すごいですね。すごいよね。やっぱだいぶ違いますね、乗り味がね。うん、すごくそのダンパ効いてる感じ。あ、でもまあでも船感いますね。なくはないけど、はいはい、だいぶ弱いですよね。そうですね。こう切り始めのふわーってのがないですね。ないね。そうそうそう。ちゃんとこう抑えられてる感じがしますよね、こっちのはね。で普段この テンベスト試乗会ってこんな風にみんなでわちゃわちゃやんないですよね。やんないです。谷口さん悪いんで。そうそうそう。谷口さんだからこれ今やってますけども。ジャーナリストたち仲悪いんですか？今日は悪いですね。今日悪い。はい。あ、そうですか。好き嫌い激しい。大体僕ら好き嫌い語るのが仕事じゃないですか。だからもうそうなんです。必ずぶつかるね。絶対すごいことになるから。あ、そうか。やめた方がいい。こんぐらいしといた方がいい。さあ、新型クラウン、はい、ちょっとなんかざっとメーカーの人じゃないな、説明してもらっていいですか。これはアレステ仕様でリアに E4 全部で4駆になる、うん、まあ、スポーティーなクラウン。じゃあ失礼します。はい。大して速くないね。このモードがあるからね、ちょっと制御も変わるかもしれないよ。いや絶対パワーあれじゃ分かんないでしょ。まあ全開加速だとそうだね。あ、今スポーツ。はい、これスポーツ。これ可変ダンパーがついているので。可変ダンパー、そう、足回り、そう、全然パワーは大してないね。うん、まあすごいパワフルなスポーツカーかというとクラウンの速いやつ。いや速くない。まあ乗り心地は、うん、穏やか快適。そうですね。タイヤがでっかいにもかかわらず乗り心地を出しましょうってことで、まあ、国産モデルで可変ダンパー使うのはなかなか珍しい。なんで今回こんなに変わったの？これはやっぱもうやっぱクラウンのセダン、今までのセダンというのがだんだんその乗る人が少なくなっていったって中で、どうやってクラウンを新しくしようかと、まあ、大胆に変えちゃいましょうということですよね。本当にね。
まあ、今各自動車メーカーもやっぱり SUV が人気だもんね。そうでもこれはそのリアをハッチにしないで、あくまでトランクゲートにして背の高いセダンの新しい形ですよっていう。あ、そうなんだ、ね、へ、まあ、そのボディタイプとしてはこの後もエステートも出るし、クロスオーバー、まあ、これクロスオーバーチックなんだけど、まあ、SUV タイプも出るしっていうことをアナウンスしてます。へ、はい、でもってこれプラスにするとリアステアの切れ角の敷地が上がる。あ、なるほど。今なんかちょっと変わった感じがしたので、今触ったの？そう、触った。あんまスピード出しちゃダメだって言われてるからスピード出さないけど、はい、おお上がるね。でもね、今乗っててなんかやられてる感じは感じない。その自然に制御してるってことでしょ。そう、なんかあの今すごいリアが切れてるな感があったら逆に良くないと思うんだよね。分かんないけど、ちゃんとね、自然に曲がってれば一番いいもんね。乗っていいですか。お願いします。よろしくお願いします。お借りします。よろしくお願いします。すごいんだよ、おもてなしが。これはEK クロス EV 軽自動車の完全モーター車ですね。エンジンなし。加速しますよ。おー、ホイールスピン気味に加速。モーターの径はやっぱり力あるね、トルクが。今年のカーオブザイヤーのラインナップ見て、やっぱり EV というかモーター車が増えたよねって。俺1年生だから去年は知らねえけど、まあ、当然ながらサーキットをこう楽しむような車じゃないんで、街中で乗って便利か便利じゃないかっていう車なんでね。そういう意味ではすごい便利だと思うな。でモーターのトルクがすごくあるから、もう軽自動車の普通の 660cc のエンジンと比べると断然こうトルクあるし、静かだし。これ室内めっちゃ広い。広いでしょ。広いっす。めっちゃ広いでしょ。後ろも全然広いですよ。足元軽とは思えないよね。うん、十分じゃないこれで。十分ですね。だから本当に家で充電ができる家庭、マンションとかだとちょっとねなかなか難しいだろうけど、あのコンセントが使える家とかで、例えば通勤が片道20キロとかね、そんなとか、奥さんがちょっとスーパーに買い物に行くとか、そんなぐらいだったらこれが一番最高だよね。仲悪いんじゃないの？ちょっと待ってください。僕が間にいると大丈夫。1年生ですよね。はい、そうさ、あ、ちょっとこの辺でいいですか？はい。すみません、お邪魔させていただいてます。はい。背が高すぎて入りきんないから。今僕の正座、正座来た。ノブチャンネルの谷口ノブテルと申します。ノブチャンネルの谷口ノブテルと申します。まず紹介、初めましてですよ。塩見聡と言いますが、僕もホティ3、4年目のまだ新参者です。あ、はい、じゃあほぼ一緒ですね。ほぼ一緒です。今もうほぼ一緒になりました、はい、今年初めてです。いや、初めてです。だから、はい、ここに来た時、はい、何をするかっていうと、みんなもう対象の車をここで喋るっていう、ね。はい、これ公開されるのはもう全部結果が出た後です。迷ってる。あれ、じゃあまだあれ撮ってないんですか？撮ってない。撮ってない。え？じゃあ15秒でないでしょ？撮ってないまだ。じゃあ何で悩んでるんですか？そうそうそう。
僕は皆さんが聞きたい、逆にどういう基準で決めてるのか、何をコンセプトに決めてるのかが、あの基準ないんですよ。まずその基準を、その基準を明確にまずみんな持ってて、でだから60人ぐらいいるんで、みんなそれぞれでいいんですよ、バラバラ、なるほど。だから違うの、みんながバラバラでいいんだけど、何を基準にしてる？僕はこの車、これ本、この真面目に使えるようになってきたんだんだん、やばい、真面目な。この車、日本で将来考えると今絶対に勢い乗せないとダメだよねとか、そんな感じです。なるほどなるほど、はいはい、こういうの言わせるともう本当に口から、はいはい、なるほどなるほど、はい。で、マドさんは？まあ僕はですね、解決して、そういう側面を持ってるっていうのは、まあ評価の、なるほど、的な感じ、はい。僕もね、いつも試乗会とか新車乗るときに基本的には、おい気が散るノブチャンネルですねノブチャンネルだって初登場かもしれないね、傷跡残さないと爪痕って言うんだよ、爪痕だ、傷跡だ、いい話しようとした、今いい話しようとしてんだから、腰を折るだろ、腰を、話の腰を折るだろ、ゴディバです。何にしようか、まだ迷ってる、まだ迷ってる、何しようか。よろしくお願いします。お願いします。名札を取っていただいて、マスクを取っていただいて、池田じゃないかいや、見てる人はみんな池田の姿知らないんでいつでも。私が選んだのは、理由はですね、まず、いや、こっち見られてもこっち見られても何っていうかもさあ、ということで、2022年のカーオブザイヤーを決める、最終的な、10ベスト試乗会終わりました。まあ気になるね、本当のカーオブザイヤーの、発表は12月の8日ここで発表されます、僕がどの車種に入れたのかはその時に発表されます。しばらくお待ちを。